水が上がりやすくて、左がちょっと上がりにくい。今度はクリエテロの股を開いたまま、右の方が膨張しているので、そこにクッション、タオルを入れます。で、横に向いて出して、で、ここに入れて横に引っ張る。で、この時には胸郭はクリエテロに乗ってない。で、骨盤はこの状態でこっち方向、もともとはこっち方向にずれてます。これをトランス、左の方にトランスしました。で、今度は AS の矯正を右左足でします。お、はい、こっちは危ないですね。 AS なんで座骨付け施設で、めちゃくちゃ上がりやすいですね、うん、やっぱ AS 矯正する、うん、で、両方とも上がりやすくなりました。はい、こうでいいです。で、こんな感じで